セカンド CD、それからワンマンライブの、まあ、タイトルにもなっていた真夜中の影という曲をお届けします。聴いてください。ありがとうございます。真夜中の影という曲をお届けしました。はい、ですね、路上ライブ桜木町でやるのがすごく久しぶりで、ワクワクとドキドキといろんな思いで今日やってきたんですけど、初めてお見かけする方もきっとたくさんいらっしゃると思うので、バイオリンとコントラバスの弦楽器のユニットになります。もともとクラシックをやってたんですけど、たくさんクラシックをこうたくさんの人に身近に感じてほしいなっていう思いからこういう活動をしています。なかなか外で弾く楽器じゃないです、どうぞ楽器じゃないんですけど、こういう外でも演奏するといいことがたくさんあって、こういう弾くつもりじゃなかった人たちに聞いてもらえてお話できるっていうのはすごく嬉しいことだなって路上ライブやってて感じています。コンサートホールに来なかったとしても、こういう楽器があるんだとか、こういう音がするんだっていうのを知っていただけたら嬉しいなと思っています。もうそのついでになってしまうんですけども、ぜひちゃんとした音でって言うと変ですね、この録音したものがありますので、こちらに
CD を見ていっていただけたらと思います。ファースト、セカンド両方とも6曲入りの2000円となっています。このステージもう1曲だけお届けしたいと思います。次の曲でラストでいいですかね。ではじゃあファースト CD から1曲お届けします。もう一曲ノリノリな曲をお届けしたいと思います。ファースト CD からインベスティゲーションです。聴いてください。